どうも、龍太郎です。今日はね、シャネルから何かお手紙が届いたのでね、そちらの紹介をいたします。何かというと、メンテナンスサービスのお知らせですって。メンテナンスをするようなやつって、まあこの時計か、ココクラッシュだと思うんですけど、この時計は買ったのが去年の4月頃。3月とかに買いまして、でこのココクラッシュは去年の12月にね買いましたね。うん、でどっちだろう、まあ、時計はねおそらく2年したらメンテナンスって言ってて、でも時期的に1年経ちそうだしココクラッシュかな、まあ、どっちもちょっとありえるから早速ね、見ていこうと思います。 OK 開いた。さあ、じゃあ中を見ていきましょう。シャネル、はい。弊社はシャネルウォッチ&ファインジュエリー製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。シャネルでは国内でお求めいただいた製品を末永くお使いいただけるように無償にてフリーメンテナンスサービスをご提供しております。だって、それがまずお手紙と、こちらにね、まあ、フリーメンテナンス対象の商品が書いてあるんだけど、H6402 ユニってことが書いてあるから、多分、これだね。ボーイフレンドのことですね、これ。サービス提供期間が2023年の3月末日まで。だから来年の3月までメンテナンスをしてくれるってことかな。そっか、まあ、結構大切に使ってるから傷ないと思うし、まあメンテナンスの必要はまだないと思っているけれど、まあ来年の3月までにね、このフリーメンテナンスの対象が終わっちゃうんだったら、どこかでお願いはしたいですね。じゃあこれは一旦しまっておきましょう。これさ、すごい大切で、もう毎日どこに行くに、まあ仕事にはつけてってないけど、もうどこ行くのにも愛用してますね。で、メンテナンスで結構期間がね、持ってかれるんだったら、あんまり、出したくないな。そう、アクセサリーとかも、そのメンテナンスというか、お直しに出した際、1ヶ月ちょっとぐらい帰ってこなかったかな。だから寂しかったんだよね。だからこの辺もね、もう本当に大切だから、綺麗でいてほしいけどさ、でもメンテナンスしたらあれかな、まあダイヤとか綺麗になるのかな。でもダイヤもね、綺麗っちゃ綺麗だと思うんですよ。十分、まあ多分このココクラッシュも店員さんに言ったら磨いてくれるんだと思うんです。でもココクラッシュ結構ね年季入ってて、もう最初の頃とはまた別のかっこよさがありますね。最初はツルツルで良かったけど、今度はね、まあ、このキルティングの部分がね、なんとも言えないその丸みでさ、光加減というかを出してて、もうこれも一生つけてますね。まあ、間違いなくこれ二つはもう一生もので買ったので、これもね、でもメンテナンス出すかな、どうしようかな。もう傷もさ、愛おしいというか、こっちに至ってはね、まあ、時計はもちろん綺麗なままがいいけど、このリングは、まあ、手だしね、結構、傷つきやすい場所だし、なんね、てか、この、ここにつけてる、エジプトの 19A のメティエダールのエジプトの時の指輪なんですけど、これ、もともと、今ね、この指についてるんだけど、もともと小指ぐらいのサイズで買ったわけ。で、薬指入るかなと思ったら、ちょっと意外と入ってさ、まあ、抜くときすごい大変なんだけど、でももうこの指にいるわけで、今ね、隣接する2つの指でやってるから結構当たって、この指は当初めちゃめちゃピカピカだったんですけど、もう、ちょっとピント合うかな。至るところにね、デコボコの傷がついちゃったんですよね。見えるかな。まあボコボコなんですよ。
まあでもね、まあそれすらももう、可愛らしいというか、一つのね、デザインみたいな感じで、愛用しております、この指輪もね。いやー、本当にシャネルは素晴らしいって思いますね。ここにね、やっぱブレスレット欲しいよね、ココクラッシュの。ココクラッシュのブレスレット欲しいってもう半年ぐらい言ってるんですけど、本当に買えるとするなら、まあ来年の、まあ自分5月が誕生日なんですけど、5月、来年の5月に合わせて買おうかなって思ってます。でも値上がりするんですかね？なんかココクラッシュのこの指輪類は値上がり、11月にしましたよね、確か。これも買った時35万か、まあ、32から5だったと思うんですけど、今40万超えるらしくて、まあ、早く買っといてよかったなと思います。だからブレスレットも絶対、まあ、値上がりしてるかわかんないけど、するはすると思うし、早く欲しいなぁ。ね。ね、何かしらのね、節目に購入してんだよね。これは、自分が社会人になる直前、最後の3月で、もう学生のうちに100万円超える買い物したいと思ってこれ買って、でこのココクラッシュは、元担当の方っていうのかな、そう辞めてしまうって聞いて、で急遽会いに行って最後の買い物と思って買ったんですけど、これがね12月24日だったんですよね。忘れもしないクリスマスイブに買った、素敵なココクラッシュでございます。というわけで次 の、 あのブレスレットは、自分の誕生日5月9日なんですけど、まあ25歳になるんですよ。まあ、5のつく誕生日ということで、それもね、兼ねて、まあ、やっぱシャネルのものでお祝いをしたいかなって自分にね。もう、そうだね、もう目標決まりましたわ。25、年取るのって、だからあんまり嬉しくなかったんですよね、最近。まあ、最近とか20歳超えてからって、まあ、祝ってくれたりはするけど、周りはね。でも、結局年取っていくだけで、老いていくっていうかさ、って感じだったけど、まあ、もう25歳の誕生日楽しみだわ。ブレスレット買います。宣言します。ちゃんとお金貯めます。というわけでね、ここにブレスレットが来年はつくといいな、ほんと。で、まあ、時計もね、もう一個上のモデルにしたい。もう一個、もう二個、もう全部ダイヤのモデルしてみたいですね。そんなお金があればな。そう、全ダイヤモデル多分500万いかないぐらいだと思うんで、まあ、全然買えないんですけど、買えないんですけど、まあ現実的じゃないわけではないとは思うんでね、まあそのうちもし買えたらなって。いろいろ欲しいものあって大変だな。まあでも欲しいものがあるってなんか目標がねあって、とってもいいことだと思います。というわけで、メンテナンスの話から、まあ欲しいもの、まあいつも通り欲しいものの話になっちゃったんですけど、まあ、来年のね、25歳の誕生日の目標ができたということで、ここでね、宣言させていただいたのでね、まあ今回も、見ていただいてありがとうございます、私の宣言をね。ということでね、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひお待ちしておりますのでね、よろしくお願いいたします。私これからもね、シャネルの製品が買えるように頑張っていきますので、シャネルさんよろしくお願いします。それでは皆さん、さよなら。バイバーイ。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。そして高評価もよろしく。インスタグラム、ツイッターもやってるのでよろしくお願いします。また見てね。お願いします。